こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今日は月に一度ですね、はい、たもっちゃんの人生相談ということで、もう2年後、2年になるんですか。2年後になりますね。もうコロナの始まったり、もう5月やけん、6月ぐらいから始めたと思うんで、2年になりますが、長いこと続きましたね。はい。月1回なんで、ね。月1回、まあ、楽しみにしてくれてる人もいらっしゃいますので、はいはい、でも人生2年の間変わりましたね、いろいろと。ですね。黒川さんの髪は生えるわ。だ1回目の頃はまだね、こう、つるつるだったんですけど、今もう全然違いますので、はい。まあ、今日はよろしくお願いします。お願いします。で早速なんですけどね、うん、今日は2つお聞きしたいんですけれどもね、やっぱり嫌われる。まあ団体でいろいろ友達関係からこう言ったら嫌われるんじゃないかなとかいう恐れがあるわけなんですよ。はいはい、まあ大人になってもありますよね、うん。やっぱり人間と人間が付き合う以上嫌われたらどうしようって思う人もたくさんいらっしゃる人らしいんですけれども、うんうん、このあたりね、嫌われる恐れ。たもっちゃんはあまり嫌われる恐れあんまり持ってないと思うんですけども。いやいや、僕も気にしますよ。やっぱり。ねえ、やっぱり人間ね、嫌われる嫌やけんね。あ、嫌やですね。けど、この恐れまで出してる人がいらっしゃるんですよ。ね、だから言葉遣いを気をつける。あ、言葉遣い。言葉を。あ、言葉を、ね。言葉をね、選んで言うとか。うん。ですよね。うん。まあ、それも大事だけど、あんまり、そういう恐れ、僕はあんまり考えたことないんやけど、でもやっぱりね、あんまり思いすぎると、そればっか言葉が出なくなってきて、もう声発せんようになってくるけど ね。だからやっぱり、売れれば、何、信ずればなり、売れれば崩れる。やっぱりその恐れが自分を崩していくっていうところもありますよね。ありますね。なんかビビっとるやつ見たらどうです？ちょっと、ガキ大将だったとしては、やっぱり、いじめてやろうかっていう。いや、ないですけど。ないですか、うん、あんまり考えない方がええんちゃうかな。はあ、で、はあ、自分が勝手に決めるねらしい。相手が決めるけどね。あ、嫌うっていうことは。そう。相手が決めるでしょ。はいはい。で、まあ自分が自分なりに精一杯なんかしたとか。うん。ね、やって、で、どう取るかはもう相手次第なんで、ほんならその人、俺のこと嫌いやけんすね、やっぱりね、ちゃんとお願いしとったんできてないな、いうな。ああ、まあまあええか、みたいな。黒川さんもありますか、やっぱり。ああ、ね、これ、こうパンって言ったら、ちょっと嫌われてもええかなって。いやいや、そんな考えは、考えはせんですね。ああ。まあまあそういう意味ではあんまり考えすぎずに、と逆に嫌われる勇気、あ、本があったらアドラーの心理学かなんかありましたね、はい、あれ一遍読んでみてください。あれ、あそこに書かれてるかもしれないですね。そう嫌われる勇気、あ、嫌われる勇気、はい、これ大事だと思いますのでね、はい、ぜひ皆さんちょっと読んでみてください。こうアマゾンのあれではございませんけれども。はい。そしたら、続きましてですね、はい、2番目。もうアフターコロナ、いよいよですね、コロナの方もだんだん収束してまいって、まあ、あれかなっていう感じで、街にも人が溢れてきてますけれども、まあ、未来、明るい兆しもあるんですけども、逆に、アフターコロナで、もうご商売がもうどんどんとちょっともう息が切れてきたとかね、また今度戦争が起こったり、食料危機とか、なんかいろんな不安材料多いじゃないですか。そういう意味でこう未来への不安っていうのを募っとる方もかなりいらっしゃるんですよ。はいはい、このあたりはこう、あまりないですか。恐怖もないし、不安もない男としては。不安、だけど僕自身そうやって不安とかあんなん考えたら、そんなことばっかり考えて、もうすんごいマイナス思考になるから、はい、あんまりね、考えないのです。まあ当然、うちのうどん屋でも 100% は戻らないと思います。うん、名とか70とか、はい、あんなんだってね。ほんでやっぱり 100% は戻らんけど、まあまあ次何していくかも考えてやるしかないし、うん、あれも不安ばかり
考えた方がいいと思います。そうですね。僕ね、一つね、黒川さんが不安にならない秘訣を、横で見よってね、分かったことがあるんですよ。はい。はい、実は、昨日の話なんですけども、ね、言っていいですかね。はい、私、名前をこう変えてね、これ、宇川秀樹っていうのが、ちょっと相性が悪いですよという話になって、うん、で、まあ、この、宇川秀樹になったわけなんですね。うんで、昨日ね、倫理法人会いうとこがありまして、うん、で、黒川さんが事務長されとんですよ、うん。で、来週僕が発表なんで、そうそうそう、なんか僕のことをね、名前を変えた宇川さんが発表するようですよ、という話を取ったんですよ。そう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 。みんなの前でね、60人から70人ぐらいの前でね。だみんな、はぁーってちょっと笑いが出たんですけども、その後ね、まあ、黒川さんが、まあ、ちょうどお食事終わってから、ソファで話しとったんですね。うんはいで、名前を変えるっていいんですかって皆さん僕に聞いてくるから、うん、なんかいいらしいよ、言うて。で、ソフトがあったんで、ソフトで若い方ピューピューピューって見とったんですけども、で、黒川さんも、俺のもんちょっと見て、って見たんですよ。そしたらね、めちゃめちゃ悪かったんですよ。僕より逆に悪かったんですよ。確かに。全部今日ね。今日がめちゃめちゃあってね。そうやろ。ほんで、黒川さんの顔が忘れられなくて、なんか自信満々で、なんかわはわってこの白い歯が見えよったが、青ざめとんじゃん、この黒い顔が青川みたいになって。あれは。確かにびっくりびっくりする。ほんまびっくりした。びっくりした。しかしね、ここからなんですよ、ポイントはね。うん、ここから、黒川さんは行動が早かったんですよ。というのが、私これ、田町の商店街に、この倉間さんという占い師がいらっしゃるんですけれども、その方にですね、早速電話をかけてもらいましてね、うん、で、もうなんと、その日に、昨日ですね、昨日の話ですが、うん、昨日の3時に行って、うん、なんと、もう名前変えてきました。昨日朝の話で、昨日の3時に帰ってきてる。そうなの。名前、僕もだいぶね、割と早い方なんですけど、60年間使ってる名前をね、もう何時間ですかね。朝の、それこそ9時から分かって3時ぐらいやったら、6時間。6時間で名前を、60年間の名前を変えてしまうという。変えました。ちょっと不安があったんでこのだから未来の不安をピュッと変えるもうすぐ切り替えるめちゃめちゃ早いですよねそれが大事かなこの切り替えの速さは、うん、すごいなと思うんですけども、ね、ちょっとご披露してもらっていいですか見てもらって、はい、僕なんか6いう数字がいいらしいんですよ、はいはい、16とか、はい、でねこう全部今日で黒川智津の全部の総格が一番良かったん、はいはい、その総格があるから他の今日のところをずっと補いよったんですよ、はい、それでびっくりしたのがおうおう12ね主運副運12ってなったの、はいはい、これ今日なんですよおう12年に一遍火事2回やったんですよねなんか、びっくりしましたね。そうそう、びっくりした。で、昨日26日ですよ。はい、僕、6月く数字が26日、はいはい。で、おまけに一粒万倍日やったんですよ。おうおう知っとったわけじゃないんですよ。全然知らんくて。その上にあれでしょ、もう予約も実は入っとったんでしょそうそう、入っとったんやけど、その、まあ、予約しとった方がキャンセルなって、で空きが空いて、僕はスコット入る。濃いですよね。で変えました。6時間で変えた名前。変えました。すっごい。敬う、申す、光。ほう。まあ、画数ですけどね。画数でね。保つと。保つ。もう、新生、新、宇川秀樹、新、黒川保つ。もう、ちょうど。僕はさんのこと笑いよったら。いや、僕のことはちょっと、笑いよったら自分がさらに丸かったという。ねえ、まあ言ったら、まあね、不安要素とかなあったらもう速攻にもうすぐ対処して
ね、うん、切り替える、まあこ多分ね、不安や不安やよる人は絶対6時間でよう変えませんよ、うん、そのまま持って、ね、で悪いことが起こったらやっぱりもう名前が悪いけんじゃわとかそうそうそう、もうそっとそのせいにしたりして不安をずーっと持ったままおると思うんですよね、うんうんうん、だからやっぱり黒川さんのようにですね、もうとにかく早い、はい、不安をすぐ取り除くこのあたりがもう不安栄養な対処を、まあ、したりすぐ取り除くものもありますけど、切り替えですよね。切り替えよね。だから家事やってあれですよね。もう切り替えんとね。切り替えですよね。不安、不安、不安、不安になったって元に戻らないし。っていう。まあそういうことでね、今回ももう勉強になりました。この切り替えの速さ、もうほんまにまだまだとですね。もう早速なんかお名刺も作られ、作る、もう注文入れたとか。もう作るようです。いや。何でも早い、何でも早い、すぐ早すぎる、ちょっと周りがついてこれ言う時もないですか。あったっすね。 ありますか、やっぱりまあこういうあたりがポジティブな、まあ、後先考えんとやってしまう、うん、だから失敗も失敗も多い逆にねでもこれはもう失敗じゃないと思う、うん、これすごいですね、うん、もう本当にね、うん、いやー、これからの黒川保がさらにですねまあなんかすごいすごいいい名前らしいですね、これ。そうです、うん、カリスマ人気社長、お金家庭、お金家庭、天馬流星の人生になるということで、ちょうど昨日がですね、第2回目の黒川さんの誕生日になったということで、はい、まあそういうことでね、もし未来の不安がある方はとにかくすぐ対処して不安を払拭するという、うん、そういうふうに心がけていただいたらいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、今日は黒川たもっちゃんありがとうございました。秀樹ちゃんありがとうございました新宇川秀樹と新黒川たもっこれで、皆さん頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。それではさよなら。